神戸動物王国でデビューしたのはカンガルーの小五郎くんです。うわ、カンガルーの赤ちゃん初めて見た。本当、飼育スタッフのエプロンのポケットからひょっこり顔を出しているのは赤カンガルーの赤ちゃん小五郎、生後6ヶ月の男の子です。よくね、眠っちゃうことから小五郎ってつけました人気漫画名探偵コナンに登場する眠りの小五郎にちなんで名付けられました。1ヶ月前までは母親に育てられていましたが、命の危機に直面したことから今はスタッフの手で人工保育されています。一体何があったんでしょうか。去年7月、母みつばは小五郎を出産しました。赤ちゃんは2センチほどの未熟な状態で生まれてきます。袋の中には大きくなるのに必要な環境が整っていて、生まれてから5ヶ月ほどは外に出てくることはありません。しかし12月15日の朝、三つ葉の袋から出て獣舎の床に横たわる小五郎が発見されました。最初に見つけた飼育スタッフの江崎さんは、あ、転がってる、え、誰の子ってなって、三つ葉の子だったので、でも結構体が冷たくなってしまっていたので、あ、もう死んじゃって袋からお母さんが出したのかなって思ってたら、ピクピクって動いたので、あ、生きてるって慌てて、運ばれてきた小五郎を見た獣医の田辺さんは、助かる見込みは五分五分だったといいます。まずは体がとても冷たかったので温めること、いつからそのミルクを飲めていなかったのか、何時間前から落ちていたのかっていうのが分からなかったので、また水とかを避けるために皮膚の下に温かい点滴を打ったり、あと落ちた衝撃なのかお腹に傷もあったので、そちらの治療も開始しました。献身的な治療によりなんとか一命を取り留めた小五郎。その後飼育チームは小五郎を母親の袋に返そうと試みますが、うまくいきませんでした。何回かチャレンジしたんですけど、袋に入れてもすぐ出てきちゃって、もうこれ以上続けても体がまたどんどん冷たくなってきちゃってたので、もう人工保育に切り替えようという判断をしました。江崎さんを中心とした10人が交代しながら小五郎の母親代わりに。小五郎は本来であればまだ袋で守られている時期のため毛が生えておらず皮膚も繊細、衛生面には細心の注意を払います。保育器の中の温度と湿度もしっかり管理、できる限り母親の袋の環境に近づけています。特に難しいのは授乳でした。ミルクの成分が普通の哺乳類とちょっとだけ違う、犬猫のミルクをやってしまうとすぐに下痢をしてしまうっていうのが大変なところで、カンガルーは子供の成長に応じて母乳の成分が変わっていくため、いろんなミルクを掛け合わせながら慎重に与えてきました。命の危機に瀕した1ヶ月前は 680g だった体重が今は 1680g にまで増えました。でかくなりましたよね。大きいですね。もう傷もよくわからない大丈夫です。はい、
そして先日ついにお客さんの前にデビュー。小五郎を一目見ようとこの人だかりです。カンガルーの赤ちゃんだよ。小五郎くんです。ウェウェだ。眠りの小五郎は公開中も思わずうとうと。ねえ、はいはい。なんでこうやって見るの？今お昼寝してるね。眠たくなっちゃったって。あ、もう寝ちゃってるんですね。そうなんです。ごめんね。眠たくなっちゃった。なんかめっちゃちっちゃかったし、いつも動物園で見るのはめっちゃ大きかったけど、あのちっちゃいの見るの初めてやったからめっちゃ可愛かった。なんか眠たそうにしてた。ほんと？目が半分さ閉じてた。命の危機を乗り越えた小五郎。でもこれからも乗り越えなくてはいけない壁がたくさんあります。他のカンガルーを全く認識してない状態なんですよね。もう大きくなったらここのカンガルーファームで生きていかないといけないので、他のカンガルーたちと仲良くやっていけるかっていうのが多分大きなハードルの一つになるとは思います。神戸動物王国では去年、小五郎以外に3頭の赤ちゃんが誕生していて、仲間の下で元気に成長。しかし小五郎はまだ人間の助けを必要としています。カンガルーの世界になれるかどうか心配っていうのの反面、人で育てたのでやはり人にはなれやすい存在ではあるので、小五郎にはその最前線でお客様とカンガルーと近づける存在になってくれたらいいなと思います。たくさんの人の愛情を受けながら、小五郎はすくすくと成長中です。